お疲れちゃんのスロットです。今日はですね、こちらの呪文なし迫撃やっていきたいと思います。でまあ、ここ最近ですね、これスケキンプラスの小物いっぱい入れた迫撃がすごい流行ってるんですけど、まあなんかいろんな方があるんですけど、なんか吹き矢がファイボーになったりとか、スケバレがディガーになったりだとか、本当に形は無限なので、まあそこはね自由にいじってください。でスケキン持ってない方はもうこのデッキはねスケキンがいるので、もう無理やりいじって、もう普通の迫撃ディガーで、してぜひ使ってみてください。ちなみに両方とも現環境の勝率高くてね、おすすめデッキでございます。というわけでやっていきます。さあよろしく。マルチ上位に行ってましたね。そう、迫撃ディガ、いやなんかね、呪文1枚ぐらい欲しくないってすごい思うんですよ。なんかヤリゴブとかコウモリぐらい抜いて、ウッドとか雪玉とかね、ファイオブとか入れたいなと思うんですけど、もうなくても戦えるらしいですね。なんならこのユニットが多いのが、このなんだろうな、ここ最近この雪玉だけのメガラムとか、わかんないですけど、まあそういうデッキとかにもすごい刺さるんでしょうね。多分メガラムっぽいけどね。いや、ゴルネきた。ペッカの可能性もあります。ペッカラム、メガラム、どっちかで、まあ吹き矢、やりこみ、まあどれかがいかれても、どれかが絶対生きるんで、まあそれがちょっと強いっすよね。さあ、置いちゃおう。で、これなんかあれだな。スケキン残せるとでかいかもしれない。相手がでもメガナイトだったらこれさ、やべえかな。ちょっと一回我慢でいいや。まあ、我慢という名のコウモリまで行っちゃうんですけどね。ほい。で、ここはね、ワンチャン雪が来るかもしれない。いや、わかんないけど。さあ、ムートぐらいでね、耐えていきましょう。いや、これ耐えれないっすね。入ります。やめて。痛い。で、ペッカなのか、メガナイトなのか、どっちなのかは早く知りたいですね。まあでも、エレキベビってきたらペッカっぽいですね。となると、スケキンのスキルとかもすごい大活躍しそうですね。よいしょ。さあ、しかもこれ残りムートが頑張ってくれそう。やりこぶぐらいでいい気もするけどね。走ってきたやりこぶ行かれるけど、まあまあ行かれるぐらい。はい。さあ今回相手は、タルユキのペッカラムかな。まあ攻め吐くガンガンでいい気がするな。で、対応してきたのを、小物とか、いろいろ、なんか受けていけばいいかなと思います。さあ、ケツペきましたね。いや、このムートはね、どうなんだろう。ちょっと良くないかもしれない。捨ててもよかったかもね、この反撃。まあ。で、相手はライトニングかな？ライトニングタルユキとかだと思うんで、まあ、吹き矢がライトで行かれるかもしれません。あー、それ嫌だな。これ走られるとちょっとやばいんで、走んないでって祈りの。いや、何がどうなってるかわかんないですけど、まあ、相手が今ライトニング使ったということは、コストが苦しいということなんで。で、タルババも使ったんでね、さユニット追加と。エレキがな、結構優秀だな。で、雪玉もあるっすね。あ、でも雪使ったんで、ここも小物パーティーっすね。おい、さあ、止まらん。吹き矢が強すぎ。いや、なんかここ最近、こういうデッキが結構増えてきたんですよね。小物ばっかの。よいしょ。なんか頑張ればスケキンの枠メガナイトとか、そういう感じのユニットでもカバーできそうな気もしますよね、ぶっちゃけ。オッケー。スケキンのスキル、今回全然使えてないですけど、まあ、使える場面があるなら使った方がいいですね。なんか、最近評価がマジで上がってます、スケキン。なんか使用率も上がってますし、個人的にめっちゃ強いと思ってるんで、スケキン時代くんじゃねっていうぐらい強いですね。さあ、よろしく。ラバって書いてますね。ラバとかもほんと雪玉とかヤラメとかいろいろ欲しくなるんですけど、まあ、ヤリゴブ、コウモリ、吹き矢。あとはスケバレのね、落下ダメージとかも意外と良かったりします。さあ、まあ、ここは攻めていきましょう。あ、じゃあラバ使った瞬間なんでね。いや、これムート竹取ってくんねえかな。いやー、竹取ってくんねえ。縦線強すぎん。さあ、こうなると、もうすでに大ピンチです。吹き、まあ。これは、低め吹き矢からの、メガゴをやります。で、メガゴアタワー殴るのを阻止したいけど、やべ、ザップ来ないで。あぶねえ。あぶねえ。さあ、スケバレ飛ばしながらの、まあ、スケキンであれを回収したい。で、もうファイボザップ使ったので、このヤリコブリーンは最強ですよっていう。オッケー。問題相手の他のソロ枠といいますか、ね。なんだろうっていう。まあ、スケキンのスキルは使い得だと思うんですよ。あー、スケドラか。スケドラなら一旦我慢でもいい気がしたな。うん。あとは攻め迫もしていきたいですね。吹き矢で許容しながらの
さあ攻め迫撃でダメージ与えていきましょうか。インドとかメガゴでしたね。メガゴコウモリやってるけどザップが来るぐらいかな。よいしょ。いやー回ってないのか俺のこのシバスケキンが。で縦線か、縦線は意外と囲みにくいぞ。相手ザップ使った、スキルちょっと使っちゃった。いやお願い入って入って、いやでも結構入るでこれで。相手がラバ展開してきたんで、まあ、嫌がらせというかね、もうこの間になんなら2800は大ダメージ与えていきたいんですよね僕は。そうじゃないとこの後ダメージ与えれないので、なんならムートギャングぐらい行きたい。ムートスケブですね、持ってねえから出てきた。ルンバルーン追加ぐらい来てほしいな、なんなら。まあ、吹き矢って早く打たれるだけだからな。いや、相手もちょっと警戒してんな。いやー、うざめのね。さで、コウモリ。ほい。ザップ使った。これ、どっちか絶対行きますね。さあ、逆サイグル。逆サイパティンね。もうこれ、お互いタワー折り折り対決ですね、もう。お互い守んねえぞっていう。いや、スケドラやばいっすよね、ぶっちゃけ。まあでも、やりゴブコウモリ吹きやれば、ある程度こう守れるんですよ。オッケー。で、俺は、あれ守りたいな。これ守りたいな。2270か。で、もうやばい、全面戦争するわけ俺。やだ。あの、全回収できそう。全回収しながら、スキルも使っちゃって、あ、見てでも、あ、全然タワー折られてねえわ、思ったより。オッケー。いやーこれね、相手のスケドラが、どうだな、ガゴとかの方が、フキアとかやりゴブで処理できた感はあるし、まあよかったよ。スケドラに勝てたのは結構でかいんじゃねえかなと思います。まあフキアやりゴブコウモリ、絶対どっか2枚は行かれるんですけど、絶対どっか他は生きてきて、そしたら攻めも通るみたいなサイクルが生まれますので、まあしっかり攻めつつ守りつつっていうのでね、勝てますね。さあ、骸骨、手裏剣、よろしく。とりあえずどうしようかな。なんかスケバレとか本当に飛ばし毒なんで、回ってきたら飛ばすぐらいの感覚でいいですね。いやー暇だな、暇だからスケキンか。まあ吹き矢でもいいや。うん。迫撃。おー、テスラメガゴか。いやーわかんねえな。結構レアっすね。ディガー削り、ゴルナイ。おー。さ、ボーラー来ましたね。いやわかんないっすね。マジで。まあスケキンなんかええ感じに。このコウモリ、はい、回収。ちょっと気持ちいいっすよね。ボーラー咲いて、結構このスケキンがうざいんじゃないか。でも僕スケバレ止まってるんで、ああ、そういう系ね。まあ、スケバレは飛ばし毒だと。だってラックダメージもありますからね。うわあ、そっちか。スケラですね。うん。まあめちゃくちゃ嫌かって言われるとそうでもないんですよ。そのスケラ受けっていう受けではないかもしれないんですけど、いやスケラ受けか、もうスケラ受けのようなカードがいっぱいあるので僕はこんな感じで、で自然とカウンターもね狙っていけるよねっていうのが強い。で相手がねヤナメいじそうなんですよ。これなんですよ、ヤサメテスラか。いやでもこれは迫撃を言っていいな。ボーラー間に合わないと思うんだよな。ギリ間に合うかな、アーチャー。いや、やりゴブ頑張れ。やりゴブ、オッケー。さあ。まあ、スケラプラスのヤナメ、あとフリーズ持ってますね。はい、絶対持ってるんで、まあ、スケルトン部隊でスケラ持ってるよりかは、フキアとかで守りながらの、まあ、その間に攻めながらかな。防衛に全部振っちゃうと、なんだろう、攻めフリーズされた後、何もぶっちゃけできないんで、僕は。いやームートで合わせます。まあ端前をコウモリとかスケブとかで溶かしながらのみたいな感じかな。でスケバレマジで飛ばし毒なんでね、逆サイになるけど、あ、フリーズじゃねえ、ポイズンだ。ポイヤか、それはそれなんか面倒だな。あとテスラも地味にめんどくさいっすよね。まあ、さあヤサメ使う。さあ自然とカウンターの形ができてるよ。え、それ美味しくない？あー、うまっ、そのボーラーの角度。なかなかおらんやろ。で、バルキリーボーラー持ってるんで、スキル使いたいんですけど、ちょっと使いにくいんですよね。うん。まだ流れがめっちゃいい、今んとこ。さあ、で、攻めて、テスラか。
よいしょ。延命できそうならしたいっすよね。いや、しかもムートがこれ結構頑張るぞ。頑張れる。頑張れるよ。いや、頑張れる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 。思って以上に頑張れる。もう一発。オッケーオッケー。さあ。で、コウモリも、うざい。やりゴブとかもうざいと。やさめ？あー、ポイズンか。ポイズン結構打ってくんね、端前に。メガゴ来たら延命だけど。おい。これメガゴか。はい。テスラ低め。あー、角度が、俺のムートの位置が悪いっすね。相手のボーラーとちょっと噛み合わんかった。まあでも流れはもう、イケイケじゃん。本当に。ポイズン嫌な雨とか、きついじゃんってなるんですけど、僕のこの、枯渇枠というか、ね、スペル打たせる枠が多すぎて、意外とこう、勝てちゃうというか、戦えるっていう。テスラ？壊すよ、俺。おい。まあ、ターゲット取れてなくても、まあいいや。ボーラーがちょっと安ね。で、コウモリが強いと。柳も打たなきゃ相手このコウモリ処理できないんだよね。あ、ポイズン。あ、これでも陸受けなくなるんじゃない？おい、来た。で、今の間にちょっとスケバレ飛ばして。ちょっかい出して、ちょっかい出して。ちょっかいかけて、ちょっかいかけて、ちょっかいかけて。一生ちょっかいかけてあげても。で、ちょっと暇なんですけど、金でいいよ。はい、もうさすがに勝ったでしょ、これ。まあ、負け筋は逆サイバルキリー、そうっすね。スケラのポイズンで大ダメージ与えられるとか、柳とか。まあ、これはちょっと怖いんで、ある程度守りながらね。あ、スケギンのスキル初登場です。いや、このスキルがもう発動した時は終わりですね。いや、大量すぎるなぁ。まあ、ほんと、もっとスケギンのスキルが活躍できる場面があればいいんですけど、あるとほんとエグいですからね、これ。まあ、今回の相手的に刺されにくかっただけで、刺されなかったら使わなければいいんでね。さあ、枝豆さん。よろしく。まあ、同じですよ。ほんとに一生繰り返し。なんか変に変に防衛に回るのとかが良くないんですよね。そうそうそう。意外となんか、思った以上に高回転で、多分暇になるので、もう暇になったら暇になったらなんかとりあえず出しといてください。逆サイ、端前、スケルトン部隊とかでもいいですし、まあなんかやっとけば相手からしたら意外とうざいと思うんでね。よいしょ。さあ、テスラ壊しちゃいます。お、それ、やってね。あ、これでもファイブ打たれるな、多分。スケバレまで行っちゃうと。そうっすね。で、ウッドで。あ、これでもスキルさ、いやー、もうワンテンポ遅くてもよかったけど、ちょいユーザーのスキルですね。オッケーオッケー、はみすけがね、はみ出るんですよ。オッケーオッケーオッケー。いや、このダメージはでかいですね。あとは、防衛迫撃とムートですね。っていう感じにやっていければ、まあ、事故らなかったらいけると思いますね。なんならこのファイブとエレスピのこのクロスに、この2500まで与えたのは、もうなんなら逃げれるみたいな。いやー、でかい。まあ、あとはファイブ削りされると、負けるかもしれないので、もしかすると、まあ、てか、スケバレのラックダメージとかもすごい大事になってくるかもしれないですね。もう一個上に置いとけばよかったな。さあ、どうしようかな。スケキンケツからよりはスケバレたくさん投げまくりでいい気がするな。いや、この吹き矢が一発できんだよ。さあ、ムート止まるんだね。これ止められるとやばいけど。さあ、相手はスケバレの方にね。まあ対応しないといけないので、こっちが生きてくるよねっていう。オーケー。お、ムード残ってる。まあまあまあ、これいい。攻め白する必要あるかな。なんか一生防白しといてもいい気がするんだよな。もうスケバレ投げまくるみたいな。まあでも、いやー、どうだろうな。いやー、そうっすね。多分、無理に攻め白すると、今後負けます。あー、そうっすね。ファイブがこっちサイド当たらないので、この位置だと。で、ムートが俺欲しいっすね。あ、オッケーオッケー。相手が、まあ、防白してくれた。防クロスか。まあ、無理せず行けばいいっすね。本当に。スケバレだけ一生投げて。あのクロスでもちょっと邪魔だよな。で、もう一回、あれだけ投げて。あー、これ防衛クロス壊したかったな。相手の防衛クロスだけ残るんだね。まあ、落下ダメージ。いや、この落下ダメージ稼ぎっすね。すげえ地味なんですけど。これ。めっちゃ地味なんですけど、地味すごい大事ですからね。さあ、ちょっとスケキンで防白延命しながら、あとスキルもこれ使ってもいい気がすんな。暇なんで。暇なんで。やばい、ウッドで前半上げか？もしかして。もしかして、いや、でもまあまあまあ。まあまあまあ。これカード回しにもなってるんでね、今んとこ。
いや、8枚出したいけど絶対2来るな。さあ落ち着いてしっかり低めで低めで確実に受けていこう。でエレスピ使ったんでこのコウモリですね。であとはスケバレ飛ばして、あスキルどっかで使えるといいんですけど、まあ、無理せず、まあ、無理せずこれで勝てそうじゃないですか。で8枚やりゴムとか8枚吹き矢とかでね、ちょん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 してあげて、はい、まあ、これなんかテスラかなんか出したいんじゃないのっていう、なんか出したいんじゃないのっていう、おい、あーこのファイボーはいいファイボーですが、あー LSP が嫌ですね、マジ。いやースキル使ってもよかった気がするな。これムート残ってるんで流れ的に生き生きな気がしてます。でちょっとやばいです、ファイボーもないので、うふふ、うん、逆転された、やばい、逆転された、逆転されたけど逆転した、ちょっと待って、逆転さしたけど逆転された、やばいよ、結構やばいよ、ガチやばい、本当に俺のあの攻め迫しなくていいみたいな、その通りなんですよ、攻め迫するから負けるんですよ。いやでもスケバレ落下ダメージでけえ、これスケバレの落下、相手はもうファイブ打ちたいから俺の方に、もうファイブ打たせないように、ブッパ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 、お願いお願いお願い、入る入る入る入った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 、しかもお願い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 、入って入った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 、ちょっとこれはあの本当に僕が攻め迫したのを相手がワンチャン掴もうとしたのがうまかったですね。なんであのクロス相手とか、まあ、あんだろうな、もう壊せないんで、セミファイブっていうか防衛ファイブとかあればね、最後クロス竹取られてもなんだかなるけど、スピリがやっぱないので、まあ、防衛クロス徹底するのが良かったですね。もう調子乗って攻めて負けるはあるあるなんで、そこだけそこだけ気をつけてください。まあでもね、あんなにスピリある相手とかにも結局勝ってるわけですから、こんだけ枯渇枠あればね、エレジャイです。エレジャイ防白しとけば通りませんから、イージーですね。エレジャイカモです、これちなみに。まあ今の環境もマサネクとかがいないからね、こういうデッキはもう輝くんですよね。最近めっちゃ多いですからね。さあこれで回収していきます。魂をね、吸収して攻めにつなげていきましょうか。で、インドラボンバーでしたね。ってことは、タルババとかは多分入ってないと思うので、壊すか。タルババは入ってないと思いますが、いやーどうしようかな、一旦後ろ、いや吹きは思ってる、頑張るな。いやこれでもしかも500ぐらい殴るんだよこいつ、はい。で多分インドラで止めるか、あそうっすよね。でこれコウモリまで行くと多分トルネでやられそうだな、はいはい、まあまあまあ使ってもらって、あとは、端前のね、槍ゴブとか、端前のスケバレでプレッシャー取ってきます。まあ、あれ、ちょっと何で受けるか悩むな。スケキン坊やでいいや。さあ。で、攻め迫は、してもいいんだけど、やるなら多分真ん中じゃないと、した瞬間に逆サイエリジェイされて、エリジェイ止めるザッピーとかもないので、結構危なくなるんで、するならこの逆サイの気がする。逆サイというか真ん中の気がする。で吹き矢結構最強クラスなんで延命していきたい。お吹き矢が残ってる射撃も全てが残る、ねえでかい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 、マジでかい。この位置の破撃だと攻めれるし、逆サイエリジェ端前相手できないので、下も破撃に釣れるんでいいっすね。エリジェ相手には多分いいと思う。まあザッピーとかトリトンとかあるなら別にいいんですけど、まああとこの位置の破撃の弱点としては対応されやすいですね。そうインドラとかちょっと奥めのなんかユニットとかで対応はされやすいです。さあケッちゃん来たね、うん、まあこれは無理に攻めずに防衛でいいですね。さあインドラとかも餌ですからね、言ったら。でスケバレぐらいは積極的に飛ばしたきょうぜっていう、で防波あればマジで止まります。で相手あのエレジェイウッド系がないんで、これもうエグ死にそうになってるんですよ。ね
このちっこいのこうパラ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 ーってちっこいのこうパラ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 ーってしてこう攻めながら守りながらしとくと気づいたら相手が両サイド死ぬんですよ。でスキルも使ってあげて、いやいやもういろんな方向にね視線がやばいやばい、スケバレもスケギも全てが入るみたいな、おいパッキンパッキン。いやこれがねマカロンデッキの強みですね。ユニットが多すぎるので、まあ、適当にユニット配置して守って呪文を打たれても他のユニットでカバーすればいいですし、その間にいっぱい攻めれるよっていうので、まあこれは本当に今理想的なね綺麗な勝ち方でした。はい、というわけで今流行ってるねスケキン迫撃やったんですけど、皆さんもぜひやってみてください。よければチャンネル高評価もねお願いします。ではおつくちゃんでした。またね。